はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででーん、 HMB サプリ、これについてね、お話しさせてもらおうと思います。まあ、タートル実際これね、 HMB サプリを今25日ぐらい、まあ、飲んでるんですけども、まあ、実際ちょっとね、体重が減ってきました。まあ、見てる方はわかると思うんですけども、大体3キロぐらい今減りました。まあ、体脂肪率もね、まあ、2、3%減ってきてるんですけども、まあ、これをまずね、まあ、運動があんまり好きじゃない人とか、サプリにあんまり興味がない人は、これ1個でいけるんで、まあ、これがおすすめかなと思います。まあ、これにまずね、含まれているものがいろいろあるんですけども、まず HMB。まあ、これはね、筋力のアップと、筋力防止の促進するね、成分になります。で、クレアチン、BCAA、グルタミン、クラチャイダム、ビタミン B と、まあ聞いたことある名前ばっかりなんですけども、まあ実際タートルは個別で取ってました。例えば、クレアチン、アルギニン、まあ BCAA と、グルタミンと、まああとはカルニチンと、あとはまあ亜鉛ですね。亜鉛。反射して難しいんですけど、亜鉛。まあ亜鉛はですね、まあ精力ですよね。いわゆるね、精力。まあタートル精力あるんで、まあこれ飲んでるおかげだと思います。まあ話は置いといてですね。まあこの BCAA、それがですね、まあ今ね、タートルが個別で飲んでるサプリ、大体これに1個で含まれてます。なんでコスト的にもすごい安くてですね、まあ、1個1個ね、買うほどサプリが好きじゃないよって方は、これがおすすめです。まあ女性なんかこれ1個でいいんじゃないのかなと思います。これでもですね、まあクラチャイダムとかは、まあ普通取らないんですけども、まあ男性はね、まあ亜鉛とその似てます。需要競争とかね、まあ、精力促進がクラチャイダムなんで、まあ、亜鉛をね、別で買ってる方はいいんですけども、まあ買ってない方はね、まあこれ1個で全然いけるんじゃないのって思います。まあ実際タートルは、まあサプリ飲むんですけども、一時期ね、HMB とかってみんなが騒ぎ出して、まあ広告とかもいっぱい出てきてですね、まあ逆にタートルそういう流行り物っていうのは避けるちょっと変わった性格なんで、HMB を飲むまと思ったんですけども、まあ、一個ね、試しにちょっとまあ、買ってみようかなという感じで、まあ飲んでます。ちょっとね、ベロがピリッとするかなっていう、まあ何の成分かわかんないんですけども、ああ生姜が少し入ってるからですね。生姜粉末が少し入ってるから、ちょっと飲むときにベロがピリッとするんだけど、まあ全然問題なくね、辛い感じのサプリではないです。なんで今これね、バラバラでサプリ買うのが面倒だよって方は、まああと痩せたいよとかね、筋力つけたいよって方は、まあプロテインと併用して、まあこれ飲むのもありです。まあタートル今ね、実際まあ飲んで、今実感してね、まあ言ってみようかなと思ってるんで、まあ飲みながらね、こうやってお話ししてますけども、まあ一応飲んだ結果ですね。まあクレアチンも入ってるから、そんな力がね、まあ個別で飲むよりも全然違って力が衰えるって感じでもなく、まあ必要、普通に出ます。力も。なんでこれね、まあなかなか気になるよって方は、まあ、説明欄に貼ってますんで、よかったらリンクを見に行ってみてください。まあタートルもね、これまあもう2袋は飲んでみようかなと思ってます。まあ大体半年ぐらいね、飲まなきゃわかんないんで、まあ1袋だけ買ってみようかなって方もまあもちろんありだと思うんですけども、気づかない人は気づかない。まあプロテインとかね、こういうサプリっていうのは、まあ、鈍感な方は気づかないですし、まあタートル結構敏感なんで、お、これいいねってすぐ気づいちゃうんですよね。1週間ぐらいしたら。まあタートルが飲んだ結果はこれは、まあ力は普通に出るし、まあ亜鉛とかも取らなかったんですけども、普通に精力出たし、まあ精力は別に飲まなくても出るのかもしれないんだけど、まあ、そういった感じでね、これ HMB サプリ、まあなかなかいいです。なんで、まあ、こういったね、個別でいちいちね、サプリ3、4000とかこう出してね、買うの面倒だよっていう人は、よかったら、HMB サプリ飲んでみてもらえたらと思います。飲みながらね、タートルの動画をね、一緒にやってもらったら、まあ、なおね、痩せられますんで、よかったら説明欄に遊びに行ってみてください。今日は HMB サプリのダラダラ話でした。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.